富士通ならではのテクノロジーが生かされた会津若松秋菜野菜工場、半導体工場のクリーンルームを生かし大規模な野菜工場として低カリウムレタスの栽培を実現させた。天井高く積み上げられた7段のトレーに植えられるリーフレタスの収穫量は同じ面積の農場のおよそ25倍。温度、湿度、CO2 の濃度、気流、照明の明るさ、そして生育に必要な溶液を ICT で管理することで低カリウムレタスを実現。カリウム含有量はなんと約 80% も低下させた。腎臓を患う方にも生で食べる喜びを提供する低カリウムレタスの誕生だ。レタスの栽培、収穫、包装までの全ての工程をクリーンルーム内で行っています。この極めて清潔なレタスは洗わなくても食べられる。さらに雑菌に触れずに出荷されるため、みずみずしさを冷蔵保存で2週間保ち続け、通常のリーフレタスより4倍程度も日持ちをする。富士通が開発した先端農業向けの食農クラウド秋菜を使って、食の喜びを皆さんに提供したいというふうに考えています。大規模な野菜工場で低カリウムレタスの栽培を実現した会津若松秋菜野菜工場。 ICT と農業という異分野の融合で誕生した富士通のイノベーションの成果です。